はい、メイコです。フィアナだぞ。さて、今日は先日話したことをさらに深掘りしていきたいなと思います。一体何の話だ。こちらです。俗自作の定義について、こちらについて話していきたいと思います。何かあったのか。先日こちらの動画を出しましたところ、様々なご意見をいただきました。ありがとうございます。礼を言うぞ。そしてですね、様々な意見を聞いた結果、アップグレードされた定義について話していきたいなと思います。さらに進化したのか。そうね、でも言ってもそんなに変わらないけどね。なら話す必要はないのでは。いや、それは聞いてくださいよ。なら聞いてやろう。まずね、誤解と言うべきなのか語弊があるかもしれないけど、いろいろと意見を聞いて、前回の件で誤解されている、間違って解釈されているなと感じた部分があるのよ。どの部分だ。それは自作シールとは何ぞやみたいな話なんだけど、自作シールを悪い意味で使ってほしくないみたいな意見があったのよ。そういう風に使うのに抵抗があるという人がちらほらいたのよね。そうなのか。そう、要するにちょっと名前を出させていただきますが、阿川さんという自作シールを作っている方がいるわけよ。まあ阿川さんだけでなく、自作シールを作っている人たちがたくさんいるんだけど、その人たちはオリジナルの自作シールを作っているわけよね。それこそこの前挙げたカスタムとかとは違って、ちゃんと自分でデザインしたオリジナルのシールを作っているわけ。なるほど。で、自作シールという名称はそういう作家さんをカテゴライズするためにあるものであって、あまりそういう偽物に対して自作シールという風に言うのはどうなのかと、ざっくり言うとそういうご意見だったわけね。なるほどな。深くその人たちの定義を聞いているわけではないので詳しくはわからないんですけど、それはそれでその人の考え方なんで別にいいんですが、前回の話はそうではないわけですよ。どういうことだ。前回の話はあくまでビックリマンというカテゴリーの中での話なんですよ。ビックリマンというカテゴリーの中に公式、非公式があって、その非公式の中にさらに企業系と個人系があって、基本その個人系が全て自作シールであると、カスタムと自作とで分ける必要はなくないという話だったわけですよ。そういう話だったんですね。なのでオリジナルの自作シールはこのカテゴリーから外れるわけですよ。だってビックリマンのキャラは使われていないからね。そうだよな。そうでしょう。それはそれで別のカテゴリーなわけよ、オリジナル自作シールという。あくまで私の定義づけの話ではね、ビックリマンとオリジナル自作シールは別のカテゴリー。あくまで私が言っていたのはビックリマンという系譜の中での自作シールの話であるので、そこはちょっと勘違いしないでほしいかなと思いますね。なので少なくとも私の定義づけの中では自作シールという名称は良くも悪くも使われますよと。あくまでシールの作り方、形態を表現する言葉なので、繰り返しますけどこれは私の定義の話です。もちろん人にはいろいろな考え方があるので、オリジナルの自作シール以外は自作と呼びたくないというのは別にいいと思います。ただあくまで私の場合はこうであるというだけなので、そこは理解してほしいなということですね。理解してやってくれ。それで終わりか。いや、まだちょっとあります。ちょっとだけではないかもしれないけど、今までの話を踏まえた上で、前回は個人系は全て自作だみたいな感じで終わったと思うんですが、個人系、要するに自作なんだけど、これにも2種類あると。どういうことだ。一つはパロディ系で既存のキャラをいじってオリジナルの要素を足したシール。
もう一つは前回のカスタムとかみたいな、公式のキャラをそのまま使った、あるいは一部変えたというコピー品。この2種類に分けられるのではないかと、前回いただいたコメントからインスパイアされて、こういう形になりましたね。違いがよくわからん。パロディ系の話で言うと、企業系のパチシールを個人で作っているみたいな話よ。例えば、こんなシールがあるわけだけど、これって元はゼウスってわかるでしょ。わかるな。これは企業が作ったものだけど、こういう風に元ネタをいじって作られているシールみたいなものよ。これは問題にはならないのか。そこは深入りすると魔境に入るよね。やばいのか。やばいというか、賛否両論あるとは思うよ。個人で楽しむ範囲のものについては別に誰も何も言わないとは思うけど、実際売買しているケースもあるわけよ。そこに関してはおそらく賛否両論だろうね。具体的にはパロディーものもアウトな立場を取る人もいるとは思うよ。以前そういう人も見かけたしね。まあそれはわからないでもない。法的にはかなり怪しいものだからね。もちろん物にはよるんだろうけどね。そうなのか。いたね、そういう人。他は賛成しているのか。賛成というと誤解はあるとは思うね。おそらく多くの人はロッテが文句言ってないんだから、面倒なことに首を突っ込む必要はないでしょう。あまり深入りしないでなあなあでやっていこうと。で、ロッテが叱ってきたらそこはロッテの指示に回るみたいな。そうなったら申し訳ないけど、パロディ作家さんの肩は持てないねと。ただ公式が何も言ってこない限りは、黙認された二次創作品ということで仲良くやっていきましょう、というような大人のグレーゾーンな対応をしているんじゃないかな。おそらく大部分はそんな感じだと思うけどね。言うてもみんな大人だしさ、大人の立ち回りするよね。なんかずるいな。過酷な人生を生き抜くための知恵よ。お前はどっちなんだ。私もこっち派かな。基本的に公式のキャラをそのまま使ったりしないで、なおかつ公式と見分けがつくものであれば、特になんだかんだ言うつもりはないですね。それが私の基本的な考え方かな。コピー品だったり公式の雰囲気を出して偽物を売ることは許せないですけどね。そうか。まあこの辺も細かく言うといろいろとあるんだけど、そこに踏み込むと面倒な問題になるので、コメントもあまりこの辺の話題はしないでください。面倒くさいので。はっきり言うな。私はこっち派閥ですというのはいいですけど、熱く語られても今回のテーマとはそぐわないので控えてほしいかなと。今回のテーマは忘れないでほしいですが、ビックリマンのカテゴリーにおける自作とは何ぞやってことなので、自作の定義の話なのでね。パロディーシールは許されるべきかどうかという話ではないので、そこは勘違いしないでください。そのことを書いたとしても素っ気ない対応になります。場合によっては消します。消すのか。面倒なことに巻き込まれたくないからね。火種は早いところ消すに限るので、ご了承ください。そういうことらしいぞ。というわけで今回は自作の定義についてさらに深掘りしてみました。また様々なご意見があればぜひ教えてください。それによってまた私の定義がさらに変わる可能性もありますし、よろしくお願いします。よろしく頼む。